戦、今審判の方を先頭に選手が入ってきました。連戦が終わって、まあ、1週間のブレイクがありました。その中でチームをどう修正して立て直して、そして右から左に攻めるのが白のユニフォーム、ザスパ草津群馬。今前半がスタートしました。上空風はほとんど吹いていないという状況です。ゴール前に迫りました、ファジアの岡山です。木村の中へのボール、ヘディングシュート、ナイスキーパー、くしびき。ここは最後田中雄大、智彦上がる、木村中、スルーパス、木山康平、中に入れてミッチェルデューク、最後フィニッシュまで行きました。ここは田中雄大に任せます。浮かせたヘディングシュート、最後は本山です。まあ群馬はね、ここは畑岡クリア、デューク、ちょっとスリップがありましたが中に入れて、デュークのヘディング、飛び込んできました。いっぱいという形になっています。先制すれば勝利に結びつけることが確率が高い両チーム。今後半がスタートしました。平松が行く、山根が行った、はい、ここは柳倒してしまいました。カード出そうですね、はい、山根とはの突破のところ、これは柳に対してイエローカードが出ました。ありましたね。そうでしたね。最後のところですね、はい、ちょっと手を使ってしまったというところで、ショートコーナーケアしています成瀬。中井に入ってきたボール、直接決まりました。当たってるんでしょうか。いや当たってはなさそうですね。少し、はい、山根選手のところが気になって、はい、小島のクロス、構えた加藤、最後は加藤のシュート。持ち出したところで角度がなくなってしまったかもしれないですね。一人一人こうポジションの取り方がね、良くなってきましたね、はい、ここも連動したところからうまくパスをつないでいく。ドリブルで山根が行く。奥山、右足狙った、ナイスキーパー。宮崎智彦、またバイス。ちょっとここは逆にカウンターになるか。さあドリブルでいく、後ろからここはちょっと引っ掛けてしまいました。ここは宮崎智彦に対してイエローカードが提示されました。ヘディングで跳ね返す北川、まだ行きます。ここで試合終了の笛、ガッツポーズ大槻剛監督。ザスパ草津群馬、6試合ぶりの大きな大きな勝ち点3をここアウェーの地で取りました。